お元気ですか、ボクシムです。今回は 2023BBM ベースボールカードフュージョン開封動画、後編の7パックやっていきたいと思います。前編でもねお話した通り、もうですね、説明の方はねあのノーマルカードでは、今後一切立ちません。あのレアカードとかね、シリがついてるのみね説明しますのでよろしくお願いします。まずは後編の1パック目でございます。タイトルカードですね、トングユーマ捕手のタイトルカードでございます。これは演歌歌手の岡みどりさんの始球式カードでございます。2パック目でございます。でタイトルカードなんですが山本由伸投手ですが、ちょっとね、この画面の方がちょっと銀箔じゃないか、銀色っぽくなってます。こちらがね200枚限定でなっております。はい、続けていきます。で東和樹投手のタイトルカードでございます。3袋目でございます。もうこれ直筆サインカードね、難しいかもしれません。でこちらがですね、MLB48 の川上千尋さんのねカードでございます。で、日本ハム時代のダルビッシュ有投手のカードでございます。4袋目でございます。でまたねちょっとぼやけてるところがございますが、その辺ご容赦ください。で、女優のこれは春さんのね地球式カードでございます。はい、5袋目でございます。で、乃木坂46の向井葉月さんの、ね、始球式カードでございます。で初勝利ですね、阪神の富田投手の、ね、カードでございます。でタイトルカードです、阪神の大山内野手の、最高出塁率のカードでございます。タイトルカードでございます。でロッテの、ペルトモ投手のこちらもね、タイトルカードでございます。6袋目でございます。で始球式カードなんですが、乃木坂46の向井葉月さんの始球式カードですね。今回ちょっとね、なんていうかね、ちょっとね、こちらが 200cc でございます。ちょっと説明が不十分で申し訳ございません。
で最後の7袋目でございます。で、タレントの稲村亜美さんの、ね、チケットカードでございます。で松井裕樹投手の、最多セーブのタイトルカードでございます。はい、以上でございます。2023BBM ベースボールカードフュージョン開封動画後編3箱目の後編7パック終わりたいと思います。でところどころねちょっとぼやけてるところがございますが、どうぞご了承ください。で今後またね4箱目をやることは、ございませんが、もしやるとすればね、あのメンバーシップ限定でやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。で、15日ですかね、またね、やっていきたいと思いますのでね、その時はまたねよろしくお願いいたします。はい、でメンバーシップ限定では、よりマニアックなね開封動画をやっておりますので、もし興味のある方はねよろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。